Earth... three two one hit it experience 24 hours of head-to-head head aws sessions from around the world my check one two jaws pancreas Twenty twenty-one. 2021 up till down dozo hai minasan ohayou ジョーズ u G 横浜支部でコアメンバーをしています。ニーダです。ニーダです。ニーダです。お、やっと認識してくれました。昨日から全然ニーダがうまくいかなくて困ってましたが、初めてうまくいきました。はい、それでは始めたいと思います。僕たちは昨年、 10週連続でリキャップを行いました。そこで得たコミュニティ運営の経験を皆さんに共有できればと思います。改めて自己紹介させてください。ニーラ・アキフミと申します。ニラじゃないですね。はい。 サービス同士をつなぐことに特化した B2B 向けの SARS を開発、運用しています。もちろん AWS を利用しています。趣味はマラソンで、フルマラソンを2時間30分で走れます。 コミュニティ運営の難しさは各コミュニティを運営している方ならお分かりいただけると思います。私自身はこの3つが難しいポイントだと感じています。1つ目はボランティアによる運営であること。本業の傍らで運営しているのでどうしても優先度が低くなりやすく 気づいたらしばらくイベントをやっていなかったということもよくあります。結果としてコミュニティの継続が難しくなり、そのまま活動しなくなるコミュニティも多いかなと思います。コミュニティだからこそある人や知見との出会いを楽しんでくれる人はいますが、その場を作ろう。 といいう人を探すすののはななかなか難しいものですそしてこれは3つ目ですが2020年になってからなのですが新型コロナウイルスによって人と会うことができなくなってしまいましたイベントを開こうにも人と会えない場所を貸してくれるところもない集まってお酒を飲みながら ワイワイやっていたコミュニティの場はなくなってしまいました。その中でやり方を変えてどうやって不手や知見との出会いを作っていくかを考えることがコミュニティにも求められたと思います。この難しさを克服するコツがあったので共有したいと思います。あまり大きな知見ではありませんが 何かしらヒントになれば幸いです特に最近イベント開催のモチベーションが低くなってしまった方や運営メンバーが集まりにくい地方支部の方に聞いてもらってイベントをやってみようという気持ちになれると嬉しいです。 2016年から宇宙一早いリキャップを開催しています。リインベントが終わった翌月曜日、一番モチベーションの高い状態でトップランナーたちが LT をするプレミアムなイベントです。AWS の新機能、何に使えるの 何が嬉しいの英語がよく分からなくてセッションが理解できなかったけどキャッチアップできたそんなことをお酒を飲みながら楽しくすることができるというイベントです僕自身ジョーズ UG 横浜支部との出会いは2016年のリキャップでした参加後すぐ 熱量が高いままにコアメンバーになりたいと言って今があります。しかし、皆様ご存知の通り、昨年はリインベントがオンライン開催でしたね。現地に行ったままの熱量でやるイベントではなくなってしまいました。僕たちは、 同じようなイベントができないと分かっている中で何をやるか悩みました去年はリインベントが3週間あったので速さではなく長さにこだわろうというアイディアが出ましたまた新型コロナウイルスの閉塞感がある中でリキャップをきっかけに何か少しでも 行動をを起こししたたたいといとう気持ちがあっののも回数を多くした理由の一つですやり続けられるかどうかは不安がありましたがまずは期間中に3週間連続で AWS のカメラさんによるサマリーおよび LT を中心したイベントを開催してみました。 しかし、毎週 LT を発表してくれる人を探すのも一苦労ですし、自分たちが発表するにしても負荷が高いと感じました。特に日付が経ってクリスマスが近づいてくると、だんだんと熱量も下がってくるかなというのも思いました。なので、 4週目からは、リインベントで出たアップデートを、ジャンル別にキャッチアップしながらディスカッションする会へと変わりました。画面に映っているように、お寿司屋さんのようにネタを並べて、一つ一つアップデートを取り上げながら、何が嬉しいんだろう、何に使えるんだろう、ということを掘り下げるというようなことをやってみました。 参加者とのコミュニケーションは、メンチメーターを使って、どんな話に興味があったのかをその場でフィードバックしてもらいました。こういうことを重ねていくことで、大量に出るアップデートもしっかりとキャッチアップしていけているのが、自分たち自身楽しくなってきちゃいました。アップデートのすべてを網羅できたわけではないですが、 運営メンバーが興味のある部分で、コンピューティング、ストレージ、コンテナ、サーバーレス、データベースなど、広くキャッチアップすることができて、メンバーの中でも、なんかこういうのいいねってなってきました。10週連続の開催なので、 もちろん年を越して1月2日にもイベントを実施しましたそもそも人が来るのかどうか自分たちがイベントを回せる状態なのかも分かりませんでしたただ私たちはこの10周を走り抜けることに意義を見出していたのでとにかくやれることをやろうと思いました そして、リインベントの熱量を思い出しながら、今年はこのアップデートを取り入れていきたいとか、こんな方向性のことをやりたいとか、ポジティブに新年の抱負を言うイベントになりました。たぶん、正月に勉強会をやったのは、上手 U g 初なんじゃないかなと。 思っていますリキャップの話はこれぐらいにしておいて10週連続リキャップから僕が何を学んだかそれはやれる範囲で運営していこうというゆるさを受け入れられるコミュニティだからこそ継続したイベントができたことです。 毎回頑張って LT やったり、発表者を探していたら続かなかったと思います。次に、10回やるということを決めたことです。締め切りがあれば人は動くと思います。やるということだけ決めておけば、もしやることがなくなったら、 好きなことをキャッチアップしてみようとか、ラジオ代わりに聞いてもらおうとか、いろんなアイデアがメンバーから出てきました。できるかなとか、もしダメだったらどうしようとか、そういう気持ちがあるとイベントは開催しにくいと思います。僕自身、 正直、10週連続はできるかどうか不安しかありませんでした。しかし、コアメンバーのみんなが必ず助けてくれます。まずはやってみましょう。開催のハードルを下げることが大事です。たとえ参加者が1人になってもいいんです。 グダグダのイベントになってもいいんです。その中からきっと得るものはあるし、何もやらないよりは必ずプラスになっていると思います。それぐらい開催のハードルを下げると、イベントを企画することができます。3つ目は、自分たちが楽しんでやれること。誰かのためじゃなく、 自分たちが楽しめるものをやって面白がってそこに人が集まってくるそんな場も良いのかなと思いますベンチメーターのようなアンケートツールを使ってオンラインでもインタラクティブに参加者とやり取りできたのも自分たちが楽しもうと思ったからです誰かのために頑張ることも 大事なのですがそれによって企画や準備が重主になるとイベントをするのが辛くなります自分が楽しいものなら頑張れるかなと思いますそれではまとめです繰り返しになる部分もありますが冒頭でコミュニティ運営の難しさについて 3つ挙げさせていただきましたボランティアによる運営は難しいですがだからこそ頑張らない運営スタイルがありますそれが絶対に正しいというわけではなく自分たちが頑張りすぎなくても何,を何もしないよりはやった方がいいという考えもあるよということが言えるのかなと思いました そして2つ目の継続の難しさについては、やるということを決めておいて、次のイベントをへのモチベーションを保つことで、継続することができたかなと思います。そして3つ目の、新型コロナウイルスに代表されるような不確実性を乗り越えるには、やり方を変える中で、 例えば、メンチメーターを使ったような新しい体験を創出できたり、創出できたり、露出じゃないですね。オンラインならではの困りごとをコミュニティ内で相談して知見を共有することで克服することができたかなと思っています。勉強会がオンラインになった今、 支部を地域で区切るる必要性があるのかという疑問がありますしかし地域支部では今まで培ってきた地域支部独自の雰囲気があってその雰囲気を全国の人々と共有できるのはオンラインだからこそですなかなかイベントを開くのもモチベーションが上がらないなと思っているそこのあなた是非 周りのコアメンバーにちょっとイベントをやってみないって声をかけてみませんかそして今年のリキャップのコマーシャルをさせてください。もちろん今年も開催します。今のところ全3回予定してますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、セッションは以上です。この後は 松本省吾さんによるクラウドコンプライアンスの話です。めちゃくちゃ楽しみなセッションなので、ぜひそのままにしてお聞きください。ありがとうございました。